friends? Are they just pretending? I don't know. 歌心、I don't know.知らせたです。イエーイ。時で本日はハリースタイルズがザ・ファーストテイクにやってきたー。ボーイフレンズのパフォーマンスにリアクションしていきたいと思います。ボイストレーナーのおしらです。よろしくお願いします。あのハリースタイルズ、あのとか言われてもさ、まあ、知ってる人は知ってるし、あの知らない人のためにちょっとなんか日本に例えてご紹介しましょう。ハリーの凄さを。彼は10代でデビューしてるんですけど、オーディション番組出身なので、そこでアイドルボーイズグループを組むわけね。だ、日本でいう嵐みたいなもん。その嵐、もう世界の何十カ国、何十カ国にとっての嵐みたいな存在にまず10代でなります。で、20代前半でそのね、アイドルグループワンダイレクションが休止してからは、もうロックスターとして、もうセカンドキャリア、ソロアーティストとしてキャリアを歩み始めるんですけど、今回3枚目のアルバム、ハリーズハウスはですね、もうなんか、あのさ、ユーリさんがさ、今さ、チャート、日本のチャートのトップ10でさ、なんか半分ぐらいユーリさんの時とかあるじゃないですか。で、去年で言うと、YOASOBIさんとかさ、ヒゲダンとかがさ、なんか半分ぐらいさ、チャート持ってく時あるじゃないですか。それを、もうね、全国で、それをね、成し遂げちゃってるっていう、やべえ人なわけですよーというわけでね、そんなやばい人なんですけれども、どんな音楽でそれを成し遂げたのか、それをボイストレーナーおしらと一緒に今日は楽しんでいきましょう。というわけで本日も音楽のレッスンスタート!参ります。Hello, I'm Harry. Hello. This is Boyfriends for First Take. いやー。編成見ててほしいな。編成。はい、お歌の前に行きたいと思います。女性のコーラス2人、ギター2本2人、で、そのギターの片方の女性の方がコーラスっていうので、コーラスは実質3人いますね。で、この編成、多分ほぼ原曲に近い、今回アレンジになってます。めっちゃシンプルです。お歌いきましょう。はい、ときでいかがでしょうか。めちゃくちゃシンプルじゃない。これは世界のトップを取る音楽、めちゃめちゃシンプルじゃない。しかもこれ20代やってんだよ。すごくない。なんかさ、まずコード進行って言うんですけど、なんかこんな感じでめっちゃシンプルなの。全部発見のキーなのね。なんですけどやっぱり特筆すべきことがあって、声質。これさ、まあ、生まれながらのロックスターだと思うんですけど、ちょっとさ、っていうさ、ちょっとこう、きしむ成分がずっとあるのわかるかな。They don't know. このさ、おしらさんわざわざやってるんですけど、ってさ、生まれながらのロックスターの声なわけよ。これがアイドルグループって言うとさ、結構さ、クリーンな、They don't know. 綺麗な、そう、クリーンな声で歌うイメージあるけど、これがいたね、ワンダイレクションに。すごいことなんですよ、本当に。このさ、ステンデー。ちょっと柔らかい声の時ですらさ、ちょっとうーって入るのわかる?わかるでしょ?聞いて、よく。ちょっと。で、その天性の歌声を持つハリーが歌う Boyfriends、どんな楽曲かっていうと、日本語で言うとね、男の子って、みたいな感じ。なおかまが言うと違う感じなんですけど、男の子って私たちのことを軽んじるし、あ、いて当たり前だと思うし、なんかそれが間違いだったら全然気づいてないのみたいな。ちょっと違うかな。まあ、そんな感じの楽曲なわけですよ。だからさ、ちょっとジャパニーズソウルを持つ我々にもさ、わかる、男の子って世界中そんな感じなのねって思えるような、そんな楽曲なのね。だからま、そんな感じです。進んでいきましょう。誰も知らない、マツコも知らないニュアンスの世界って感じで、本当にニュアンス見ていきましょう。これビブラートかかってるじゃないですか。まあ、ビブラートなんかさ、もうプロの歌手はどこでも歌手このかけるよって感じなんですけど、この一回一回のニュアンスが全然違くて、まず一回目は We can、 ちょっと息混じりの柔らかい声。二回目は Deep in、 ちょっとバリッとした声。3回目また、ちょっと優しい声。で、これ全部あの、天性のロックスターのさ、っていうさ、ちょっとってノイズっぽい音が入ってるわけ。で、このビブラート実はもっとすごいポイントがあるんですけど、まだ教えません。さっき行きましょう。気づいたら天才。やわらかいね。これさ、
何が起きてるかっていうと、ビブラートが曲のテンポに合ってるの、意味わかる？わかった。あ、タン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 って、もう6個の塊になって曲のテンポと合わせてあのビブラートの波を。なんてこと！タンタンタンユー、タン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 、タンタンユー、タンタンタン、ちょ聞いてみたいでしょ。もう一回聞いてみ。タン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 。っていうね、化け物なんですけど、これね、よくよく聞くとね、コーラスの人もみんなやってんのね。どうなってるんですか、世界の音楽って感じですね。で、ちょっとね、コーラスとかにもね、ちょっと注目して聞いていきたいんですけど。これさ、コーラスさ、ハリーの下に1枚いるの分かる？ 1 枚っていうのは、あの、女性って男性より声が高いじゃないですか。低い声出ないじゃないですか。なんですけど、なぜか男性の、しかも低い声が出るハリーの下にね、1人コーラスの女性がいるんですよ。だってコーラス女性しかいなかったでしょ？よく聞いて。Calling you away みたいなさ、ねえ、みたいなさ、低い人いるじゃないですか。すごくないですか、世界の音楽って。だってさ、男性より女性の方が声高いじゃないですか。もう1たす1は2みたいなこと言ってるんですけど、なんかね、このすごいのよ。下のコーラスめっちゃすごいよ。これとかもさ、もうニュアンスの世界なんですけど、なんかそのボーカルテクニック的にヤバいとかそういう話じゃなくて、なんかもうなんだろうな、このニュアンスどうやって出すんだろうね。歌心で、Why you don't know?なんか、ノーって、たださ、こう柔らかくしていくだけじゃなくて、もうなんか、ノー、すごい 3D なんだよね。よく聞いてみて、いっぱい。どうしてわからないの？わからないの？私には。例えば、Don't tell you it's heading there ってさ、ハリーが細かい節回ししてて、コーラス全員それにさ、同じ、あの、細かい節回ししてるの、ちょっと聞いてみて。Don't tell you where it's heading. 全員ついてきた、これに。And you know the game. ゲームって、ゲーム、女性が歌ってんだよ。It's never ending. 低いコーラスやば。低いコーラス。このさ、ニュアンスをさ、ハリーはさ、これよ。ずっとこれよ。ずーっとこれよ。ずーっとこれ。体育のなんか、休めみたいな感じの。格好で、もうこのニュアンス、なんかなんだろう、私から、俺から出てくる言葉が音楽だぜみたいな、なんかその小細工一切なしみたいな、こう装飾一切なしみたいな、それをさ、なんか50歳とかになってさ、ミュージシャンがその域にたどり着くなら分かるんですけど、なんか20歳でさ、この音楽をやってさ、しかもセールス的にも成功してさ、なんか…てん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 、ビブラートのリズムよペロって舌出してん、かわいい。ありがとうございます。ありがとうございます。こちらこそでございます。ハリー・スタイルズ !This is Harry Styles! って感じでちょっと英語喋れないんですけど、ちょっと庭かぶってみました。はい、というわけでいろいろ言ったんですけど、何がすごいかって、まあさ、日本に限らず世界もさ、やっぱさ、才能のある人がさ、SNS とか使ってさ、たくさん音楽を出してるからさ、どん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 こう音楽のレベル、複雑さってのは上がってる中で、これだけシンプルな、ね、このハリーズハウスっていうさ、アルバムはさ、コロナ禍に作られたさ、結構、だからテーマとかも内向的でさ、シンプルな曲が多いんですけど、そのシンプルさでこの音楽戦国時代を制覇したこの、ハリー・スタイルズというこのね、アーティストすげえなっていうようなお話でした。お知らの邪魔が入んないとこで、ゆったり聴いてみてください。2曲目あるかな？ファーストテイク2曲目あるかな？待ってます、本当に。焦ってますとかかな？ちょっとわかんないんですけど。というわけで、本日も楽しかったよって人は、チャンネル登録といいねと、なんかしらコメントしてってください。次の動画でまたお会いしましょう。バイバイ。